クルーベルとバイエルライン中佐ルートビッヒクルーベルはドイツの軍人。第二次世界大戦ではドイツ国防軍陸軍に所属して装甲部隊を率いた。最終階級は装甲兵大将ドルトムントに生まれる。1911年にプロイ戦陸軍に騎兵として入営第一次世界大戦では様々な参謀、前線勤務を積む。 終戦時の階級は注意。戦後も軍に残って参謀畑を歩んだが、陛下を対戦者部隊、ついで1938年に総合陛下に変えた。1939年の第二次世界、対戦勃発時は、大佐で陸軍参謀本部の部長を務めていた。第十六軍参謀次長時の1939年12月に、少々に昇進。 翌年の西方電撃戦に従軍。1940年8月から翌年8月まで、第11総工師団長を務め、バルカン戦線やバルバロッサ作戦に従軍。1941年9月、中将に昇進して、ドイツアフリカ軍団司令官に任命されたが、病気のため着任したのは10月になってからだった。12月に、総工兵大将に昇進。 フリッツ・バイエルライン参謀長と共に上官にあたるエルビン・ロンメルと作戦をめぐってたびたび激しく議論した。とりわけ1941年12月のロンメルによる反抗作戦の際はバイエルラインと共にロンメルに激しく抗議して指揮下の部隊を切れないかに交代させた。故郷での2ヶ月の休養の後前線勤務に復帰したが、 ガザラの戦いの最中の1942年5月29日、航空偵察中に登場していたシュトルヒ偵察機を撃墜され、イギリス軍の捕虜になった。1942年8月から1944年6月まで、イギリスのトレントパーク捕虜収容所に収容されていたが、その後アメリカ合衆国内の捕虜収容所に移された。西ドイツのエッセンで死去した。ありがとうございます。